シンドロームとは成長することを拒む男性を指す言葉として定義されている。お祭り騒ぎ、みんなと一緒に、なんで仲間と集まると小学生に戻るんだろう。僕に夢があるんです、でもそれをみんな笑うんです。こんなに一生懸命なのに大人になれなきゃダメですか。そりゃ僕だって分かっちゃいるけど、でもまだまだ「からこのまま」「ピーターパンで言っていいじゃん」「やっぱそのまんまが一番」「どんだけしっちゃかめっちゃかしてもベイベー俺のもんだぜ」「でも俺なりに感謝はしてるんだ」「みんなの支えで生きてんだ」「どんなに踏んだり蹴ったりされてもいつか誰かのため生きていきたいな」なんでかんでも政治になってあんたがカミナパパもやって、そんな中やりたいことあって興味なんかない安定なんて時には不安もあるんです。でも普通の生活じゃつまんない。こんなに野望に満ち溢れてても頭を下げなきゃダメですか。迷惑かけちゃそりゃいけないけど、僕はただただ何が何でもピーターパンで言ってやんだ。やっぱそのまんまが一番。どんだけしっちゃかめっちゃかしてもベイベー俺のもんだぜ。俺の人生はいつか君を迎えに行くよ。いつになるかわからないけど、すいません頑張ります。だからこのまま ピーターパンで言っていいか。やっぱそのまんまが一番。どんだけしっちゃかめっちゃかしてもベイベー俺のもんだぜ。でも俺なりに感謝はしてるんだ。みんなの支えで生きてんだ。どんなに踏んだり蹴ったりされてもいつか誰かのため生きていきたい。ないない